吉田松陰は日本がまだ鎖国していた時代に、知識と視野を広げるために、知らない土地へと足を運ぶという大きな挑戦をしました。松影は葉山左内から変備的笛などを借り受け、その中に書かれた西洋の戦術や思想を学びました。この挑戦で、彼は自身の視野を大きく広げることができ、また未知の領域への挑戦に対することを知りました。この体験が後の彼の指導力形成に大きな影響を与え、彼が多くの志士を育て上げる基盤となったのです。次に肥後藩の宮部貞蔵と共に東北遊学を行うために脱藩しました。その結果武士の身分を失いましたが、この行動は彼が学びの旅を続けるために必要な決断でした。その結果彼は10年間の他国遊学の許可を得ることができ、自分の信念を貫くことの重要性、そして自己の成長と理解を追求するための勇気を持つことができたのです。最後に吉田松陰はペリーの黒船に密航しようとしました。長州藩の足軽金子茂之助と共に密航を試みましたが失敗し自首しました。その結果彼は長州藩の牢屋の山国に入れられましたが、この失敗経験を後の教育活動に生かしました。彼はこれらの試練を乗り越え、より賢明な指導者になりました。そんな吉田松陰の名言にこうあります。夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし、故に夢なき者に成功なし。